はい、どうも。どうもありがとうございます。ブロックさんです。今日はね、軽部神社、おっぱいにまつわる神社に来ました。軽部神社、軽い字で、軽いですね。軽い感じで。これ何て言うんですか？子宮って読むんですか？王子。なるほど。これおっぱいの神様って何なんですか？父の出が良くなるとか出ない人、乳がんとか出ない人、出る人が、なんか出ない人が出るようになったっていう、まあ女性からしたらすごい大切なことか。ここ上がってすぐなんだもうちょっと高いかな。おおっぱいだ。めちゃくちゃおっぱいあるんだ。おい、めちゃそんなやつ見て、あれおっぱいしかねえ。うわ、すげえ。見えますこれ、皆さん見にくいか。おっぱいめっちゃある。例えば僕はおっぱい連呼してますよ。どこからなんだよね。おっぱい気になる。めっちゃ高いじゃん。僕もおっぱい大きくなりませんかねっつって。あ、でもチョコレートとかお供えされてますね。これご自由にお持ち帰りくださいって。どれいきます？自由に。でもまあみんなもらいたいんで1個いいじゃん。どんなママになる私の出産準備と、どれでいいか。あとは何種類かありますね、これ。ママには一緒か。結局は売り物だ。結局物売ってんだよやっぱ世の中全部金だよ。インスタ、フェイスブック、ツイッター、これ完璧じゃないですか。もう、バチバチでショッピングしてますよ。これショッピング、ベビーショッピング、ベビーショッピングですね。あ、服とかマッチ、マタニティのあれ結構するんですね。値段が2万円とか結構するじゃんこれ。ほんなら1月号、2月号、3月号みたいな、ブロックシーみたいなもんじゃないですか。ひよこクラブ、卵クラブみたいな。はい、それでは一応僕も頭付けさせてもらいましたけども、女性にすごい人気なスポットというか、女性にはすごい大切なことなので、いろいろ抱えた方とかおられると思いますけど、まあね、すごいいろんな方が来られて、まあお参りというかされてるようなので。はい、まあ、たまには真面目にちょっとね、こういうところでもね、話させてもらおうかなと思いました。はい、来ました。いいですか？はい。大丈夫？大丈夫？うん、大丈夫。まあまあまあ、まだ彼氏彼女さんとかね、夫婦でも来たらなんて喋っていいんだろうな。ここに女の子とか一緒に来たら面白いね。いくみちゃんとか来たら面白かったかもしれない。あの人ミルク出るか。ミルク出るか。そうか。出ない人いたら僕一緒についていくんで。一緒に行きましょう。インスタグラム。ではでは。またまた。今日短いね。はい。また。行きましょう。あとは池にゲル君みたいに池に足はまらんようにして帰らない。これバイオハザードの服らしいゲル君に借りたから。あ、行くんだ、そっちそっち行くんだ何これ。いや、めちゃくちゃだ。だってこれ行けやすぐ真っ黒。それで僕の車上がるんじゃねえでしょめちゃくちゃだっけ。めちゃくちゃおっぱいでかいです。おっぱいめっちゃある。早速おっぱい連呼してますけど、おっぱい気になる。めっちゃ高いっしょ。王子なんとか漢字難しくて言えないです。何やろ。貞子さん。これ後ろから見てもすごい変な大切いいよね何してるのこの主人おかしいでしょ。いやもうね、多分これむちゃくちゃ降っとるやないですか。だからさっきもこけたし、池に水がたまるぐらい降っとるわけですよ、うん、それぐらい乳出したいわけですよ。それぐらいの気持ちをここに皆さん願いに来とると思うんですよね、僕も。おっぱいの数見たら分かるんですよ。そうね、めっちゃ出る、おっぱい出ろおっぱい出ろっつって、代わりに雨がむちゃくちゃ出とるわっつって癖が強い神社だなほんま。え、これトイレ？なんて読むんですか？あ、トイレです。トイレですけど、あの右は何なんですか？なんとか字。なんか。なんとか字。でも今日この上は多分危険ですよ。いや、いけると思う。やめとったらいいと思う。いや、これやめときましょう。いや、行こう行こう行こう。行こう。いや、どこもあるの？あれでしょ、あれがいくらでしょ。いや、大丈夫大丈夫。あ、これここだね、これ。ね、足がマジで痛い。本当に痛い。何それ。もう何虫だったか分からんけど、なんとか虫。またこける。これなんなんすか。これも。これあれなんだよ。女神じゃないけど。おっぱいの女神か。超ちっちゃいな。昔これあっちが巨乳用で、こっちがちっちゃいおっぱいの小ぶりな方用かもしれない。そう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 。いやでもね、すんごい雨だな。これぐらいほんまにミルク出たらいいな。危ね。しゃぶしゃぶ言ってたのに。いやさ、またこれ滑りそうですよこの岩。だよだよ。階段になってるように見えて階段になりきれてないんですよ。ほんまやなこれ。危な。スーッと落ちるな、これ。これいいですね。これ。滑りがいいわ。あ、滑りがいいね。僕の動画もだいぶ滑ってんね。滑り。はい。まあでも本当に小規模ですね。だからもうすぐ回れちゃう。もっと派手なんかなと思って入り口からおっぱいがブワーンって。なんであんた突き出して立っとるような。なんででもさっきの干支みたいな絵巻あれはピョンなとかする。まあおっぱいに悩みをお伺いの方はぜひ一度足を運んでもいいんかなと思います。まあでも今日は本当に雨がすごいね。はい、うん、なんかあれなあるのあるよなんかいやなんか初めて見る鳥の小屋みたいな。おっぱいって言うけどおっぱいすごいかな。そうでもないよ。うん、まああんまりやりすぎたら遊びな感じになっちゃう。なんか夢とか殿様みたいな。めちゃくちゃですね。変わらない。うん、あ、でも、男のその縫い部分のとこは結構派手だったけどね。あ、そういうのもあるんですか。うん、うん。もう、なってる。ブワーンって。そう、ブワーンって。ガッツポーズ。いや、でも、あれも結構。出しとるじゃないですか。うん。なんなら乳首ちょっと立ってるし、乳首みたいな。男バージョンあったら、あの絵馬がどんなになるんですかね。ゾウさんみたいに。本当に？多分こういう柱とかもあるじゃない。エログリップ的な。ズワってくる。本当か。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。